おはようございます、小川利休です。朝のウォーキングラジオウェルエジングアワーを東京を流れる隅田川の遊歩道を歩きながらですね、皆さんにお送りをしております。皆さんお変わりございませんか？今日の隅田川の上空は青空ですが、雲が結構出ていて、今はですね6割くらい青空、4割くらい雲というような感じでしょうかね。はい。まあ私は雲があった方が、この空の表情が、変化があって、なんか見ていて楽しいなっていうふうに思いながら空を今眺めておりますが、皆さんのお住まいの地域の、空はいかがですかね。今日、隅田川の風の強さ、風切り、風波動という言い方をしていますが、これを 1,2,3,4,5 というふうに私なりにランクを決めていまして、今日は風波動1という状況ですよね。まあこういう音声放送を収録をするのに、おそらく風切り音を気にしなくてもいいレベルかなというふうに思っていて、隅田川のこの川面に映る空だとか、あるいは建物が若干こう揺らいで見えるくらいのレベルで、肌にはあまり風のこの流れって言いますか、それを感じないレベルというところで、今日はこの音声配信を外でするときに気になる風をですね、こういう波の変化で見ていて、今日は1のレベルで、0は全く無風で、綺麗に鏡のように空だとか建物を隅田川の川面がですね映し出すような状態というふうにちょっと見ています。はい。まあ勝手に決めてるので、まあ私なりの尺度で、やっぱりこう気になるわけですね。目的を達成するために、今日の風の強さどうだろう、外でライブできるかなというふうに思って歩いております。はい。まあ穏やかな、寒い朝ではありますね。今日のテーマなんですけど、介護ビジネスの変わり時という、で最後にクエスチョンをつけておりますが、介護ビジネスというものに長年33年関わってきました。まあ私もいろんな立場があったんですが、もともと民間会社、株式会社の住宅メーカーでユーロ老人ホームを担当する、まあそういった、その時にはシルバービジネスという言い方が出始めた頃ですかね。介護ビジネスという言い方よりもシルバービジネスという言い方の方が多かったような気がします。で、そこから介護保険2000年、そこは社会福祉法人で過ごしたんですね。で、社会福祉法人に入った時に、やっぱりこう価値観とかこうビジネスの捉え方にすごい差があるなって気がついて、ビジネス、それから利益、金儲けという言葉を使わないでくださいっていう指摘を受けたのが非常に私にとっては驚きだったんですね。あ、社会福祉法人っていうのはそういう価値観なんだ。で、確かにそうなんですけどね、この利潤を追求するというよりも地域のこの福祉の、向上を目指すという意味では、利益とか金儲けっていうところからはかなり離れた場所にあるということですよね。で、その住宅会社でユーロ老人ホームを作るために、社会福祉法人あるいは特別養護老人ホームに研修のお願いをした時に、これも前お話をしましたけど、金儲けをしている企業の皆さんに教えることはありませんというふうに門前払いをされたことがあってですね、全てじゃないですよ、たまたまお願いしたところからそう言われて、すごいショックを受けたことが今もずっと印象に残ってる、記憶に残ってるんですね。金儲けなんだっていう、確かにそうだな、マンションを作って売ってたので、その会社にいる時に金儲けという言葉に対して、金儲けという言葉使ってませんけどね、金儲けという言葉に対して深く考えたことが なかったんですが、社会福祉法人に転身をして介護の仕事を始めるときに、非常にこの言葉遣い、言葉選びっていうのに慎重になったっていうことですね。ですから金儲けとか利益っていう言葉が使えないので、まあ、これはそれなりの理由があるんですけど、経営基盤の安定化という言い方で、
説明をしたり書類を作っていました。皆さんどうでしょうかね。社会福祉法人のお仕事に関わってらっしゃる方も、この社会福祉から来てる人、医療から来ている人、私みたいに株式会社の民間企業から来た人、さまざま、あと、お役所から来た人も最近は多いですかね。まあ、俗に言う天下りみたいな方が、管理者をやってるところも多いので、まあ、その辺の捉え方っていうのは自分が育ってきたこのお仕事の業界によって随分違いがあるんじゃないかなというふうに思います。で、介護経営の基盤、介護経営の安定化とか基盤作りという言い方をしていましたけど、2000年の介護保険が施行する前の特別養護老人ホーム社会福祉法人は、措置時代って言われた時代ですよね。利用者さんにはサービスを選ぶ権限がなくて、行政から措置としてあなたはここの施設を利用しなさいっていうふうにあてがわれるようなサービス、これを措置制度というふうに言っているわけですね。ちょっと法律用語なのかどうか分かりませんけど、措置制度って言っていて、今は介護保険になってサービスを選ぶ介護の市場化という言い方になっているわけです。で、介護の市場化マーケットという言い方も当時社会福祉の中では受け入れするのにためらいがあったような印象がありますよね。市場化というね、その民間企業と同じように扱ってほしくないっていう、そういう非常に強い信念というか価値観、私たちはそういうつもりで地域の福祉を担ってきたわけじゃないという人たちがいたわけです。あ、おうちで新聞、田村さん、お世話様です。おはようございます。よく眠れましたか？はい、いつもお世話になっております。で、その今ちょっとデイサービスのお話を田村さんと一緒にやってるんですけど、特別養護老人ホームというのは社会福祉法人のみに設置運営が、認められている施設種別第一種社会第一種福祉事業かな。あ、田村さん、はい、ぐっすり、よかったです。睡眠は非常に重要なので、私も睡眠の時間を増やしてから体調が結構いいですよね。はい、ありがとうございます。何の話をしてたかちょっと忘れちゃったけど、あ、そうそう、その特別養護老人ホームが社会福祉法人のみ設置運営ができる。で、当時措置の時代はですね、あまりこう経営っていう概念がなかったですね。なぜなら1年ごとの予算で行政の決められたことの中でやっていけばいい。ですから経営というのは長期にわたるマネジメントという意味で、まあ、考えるとですね、単年度ごとに予算を与えられて、単年ごとに、まあ、生産をしていく、もちろん続くんですけど、なので重要視されたのは経営じゃなくて運営ということですね。ですから運営はやるけど経営というのは考えなくてもいい。経営をしているのは行政である、行政の下請けである。ちょっと言い方大変失礼なんですけど、まあそんなイメージが強かった時代から介護保険を迎えたって形ですね。まあ、こういう言い方すると、ちゃんと経営してたよっていう社会福祉法人の経営者の方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあこれは私なりの解釈で、運営オペレーションから経営マネージメントへ。で、今は介護経営というような形になってくるんですけど、今日のテーマである介護ビジネスという言い方にまだ抵抗感が私自身もあります。なぜなら社会福祉法人に長いこと勤務していたので、ビジネスイコール利潤を上げるイコール金儲けにつながるっていう、そういう印象がどうしても捨てきれないままですね。私は企業から言ってるので、そういう感覚はない方なんですけど、まあそれでも気にして暮らしてきた、仕事をしてきたっていう、今も引きずってる感じですよね。ですから介護事業という言い方、公的介護保険、確かに財源は半分は税金、半分は65歳以上の第一号被保険者の人たちから、あるいは40歳以上の医療保険の中から徴収されるものを財源としているので、自由に稼いで上げた利益を他に転用できる
ということが認められていないのが社会福祉法人の、まあ、宣言ですよね。まあ、民間企業は介護事業やってても利益が出たら自由に使えるんじゃないかと思うんですね。これは介護保険の定めというよりも社会福祉法人の定めなので、まあ、そういう違いがあるかなというふうに思います。まあ、そういうことで非常に窮屈な社会で、介護の仕事をやってきました。で、窮屈というとまたあれなんです、ちょっといろいろ抵抗感あるんですけど、まあ、しっかり公的資金を運用して社会のためになるということを非常に強く思いながらやっている社会福祉法人の方々と、そこの、まあ、施設長として法人本部の長として、仕事長いことやってきたんですけど、ただですね、これだけ赤字が増えていくとですね、やっぱ経営をしっかりしなくちゃいけない、だから社会も非常に変化しているし複雑になってきて、利用者さんの価値観だとか要求度も変わってきている中で、以前のような感覚でなかなか経営がうまくいかない、まあ、簡単に言うと黒字弱から赤字に転落して収支差額が非常に低率になってしまう、これから日本の長生きの時代、超高齢社会をこの状態で支えていけるんだろうかというふうに考えたときに、もう少し経営というものをしっかり受け止めていく必要があるんじゃないか、オペレーションからマネジメントへということですね。ですから私はこの約 40% から 50% が赤字になっているという国の発表の中で、経営というものを大きく受け止めて、しっかり経営というものを形にして方程式にしていかないといけないんじゃないかなというふうに思っているわけです。決して金儲けじゃない、ただお金を扱ってお金を翌年度に繰り越すという意味では、お金のコントロール、お金の管理はやりくりは非常に重要ですよね。じゃあ行政も税金取る、じゃあ行政の仕事もビジネスだっていう言い方はしませんよね。税金もお金です。そのお金を市民の皆さんから集めたお金をしっかり有効に市民のために使う、国のために使うというのが税金であれば、我々介護のビジネスもあえてビジネスという言い方にしていくというふうに私は思います。で、ですからそこから発展していくとですね、介護ビジネス、高齢者、介護サービスを受ける人は誰だって言った時に、そのお金を使うコストがかかる人というふうにどうしても捉えちゃうわけですね。そうじゃなくて、私顧客、何度も何度もリピートしていく、顧みる人、顧客という感じで受け止めたらどうかなというふうに思っています。ですから高齢者の方々は介護サービス、介護ビジネスの消費者である、消費する、でその消費されたことによってお金を獲得した人たちが、それを次の時代に、あるいは違うところに還元をして循環させていって、健康で長生きの時代を心地よく過ごす社会を作りたいというふうに思っているわけですね。あ、おはようございます。新潟より拝聴してます。 ありがとうございます。はい、ということを考えていまして、コメントを読んだ瞬間に話してたことが飛んじゃうんですけど、話戻しますとですね、コメント大歓迎です。ありがとうございます。はい。そうですね。田村さんが反応してますけど、ですね、ビジネスという言い方。でね、最近、こういう言い方をしてる人がいるんですね。私は、高齢者は介護費用を、まあ、使う、まあ、コストのかかる人、それを顧客として、お客様っていうところまでいかなくても、顧客として受け止めて、消費者として受け止めて、このビジネスの一員としてしっかりお金あるいはサービスを回していこうというふうに言っていたんですけど、その中にですね、消費者じゃなくて生産者であるというふうに言ってる人がいるんですね。もう一つ上のランクかなって感じがするわけですよね。生産で、それは全ての人にいくつになっても何かを生産し続けろっていうことじゃなくて、生産者っていう選択肢があるということでいいのかなというふうに思っておりますけど、
何を生産する、消費をする、次は生産をする、ポジティブに何かを作り上げる、これはあの企業活動として商品を作って販売するっていうことじゃなくてですね、もっと広い意味の生産プロダクトですよね。あの IADL ADL って書いてご存知でしょうか。アクティビ、ADL アクティビデイリーリビングかな、アクティビ、ADL、 その中にも、DADL、 D っていうのはやっぱね、デベロップメント、まあ、生産性だったかな、あプロダクトだ、プロダクト的な ADL、 生産をできるこの日常生活自立度っていうのを見ていこう。次に I ですよね。 I は自立的な生活自立度かな、 手段的かな、まあ、そういうランクがあるようにですね、そういう見方をしていったらいいかなと思います。ですから高齢者、介護が必要な人というふうにこう見たときに、生産者という捉え方があるということは、介護はビジネスである。ただビジネスはお金が当然動くんですけど、この金儲けのためにやって他に転用するためじゃなくて、ソーシャルビジネスであるということですね。で、ソーシャルビジネスっていうのはご存知のように社会的課題を解決するためのビジネスです。一番言われている貧困という社会課題、それから環境課題、これは重要ですよね。それから教育で、その中に介護とか高齢者のための仕組み作り、あるいは商品作り、教育作りっていうのも社会課題だと思うんですね。この社会課題を解決するソーシャルビジネスとしての介護ビジネスというものを私はしっかり定義付けをして自分の活動に置き換えていきたいというふうに思います。で、私はもう一つちょっと違う表現を始めたんですが、このエイジングビジネスですね、介護ビジネスっていうのは介護に特化してるんですが、高齢者の方々、年を重ねる人たち、その先にある介護も包含してエイジングビジネスというものをちゃんと定義付けをして、しっかり長生きの時代を支える社会課題というものに仲間と一緒にディスカッションして向き合っていきたいというふうに思います。ソーシャルビジネスっていうのはちゃんと市民権を得た言い方になっているので、NPO だとかいろんな法人格もありますけど、まあ、そういう形だったら共感いただけるし、自分 この今までのこの葛藤ですよね。ビジネスって言葉使って大丈夫だろうかとか、なんかそういういつもお金の話ばっかりしている人っていうふうに言われてきたので、まあ、そこに対して自分なりの整理をさせていただきました。どうぞ皆さんも介護ビジネス、年を重ねる人たちに使っている健康寿命延伸ビジネス、それから就活ビジネス、就活、人生を終えるための就活ビジネス、その間にある介護だけが介護ビジネスじゃなくて介護事業という、介護保険の中で使われているっていうこのフローがちょっと流れがないなみたいに思っています。介護ビジネス、エイジングビジネスというもので情報発信していきますので、またお聞きいただければ、あるいは一緒に議論していただければというふうに思います。はい、ということで最後まで聞いていただいてありがとうございます。新潟よりありがとうございます。またディスカッションしたいというふうに思います。またお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。